ショーケースに並ぶ彩り豊かなスイーツ。お客さんでにぎわう大垣市の洋菓子屋さん。皆さんのお目当ては秋に食べたいモンブラン。栗本来の風味や甘さなどが味わえると評判です。売り切れると思ってもう予約しておいたんで、ここのが一番美味しいって感じるんで。地元岐阜の栗を使い極上のモンブランを生み出すパティシエに迫ります。この季節に食べたいお菓子といえば、そうモンブラン。一見どこの洋菓子屋さんにもありそうですが、こちらのケーキには驚くほどのこだわりが詰まっています。敬遠されがちな分厚く硬い鬼皮がついたまま加工したものと、内側の薄い渋皮まで手作業で徹底的に取り除いたもの、この異なる2種類のマロンペーストを合わせることで栗本来の風味や甘さなど立体的で複雑な味わいが楽しめます。作るのはパティシエの平野真也さん45歳。やっぱりその一つの栗で全部味わっていただきたい。あと大賀の栗なんですけども、農家さんのところにいた時に栗の匂いがもう立ち込めてるんですよ。でいや、なんだこれすごいなと。この味を求めて秋になると頻繁に足を運ぶお客さんも多いといいます。今日はモンブランで、売り切れると思ってもう予約しておいたんで、ここのが一番美味しいって感じるんで。ここがあって、はい、ちょっと違う、バブリの味が濃いっていうか。地元岐阜の栗を使って極上のモンブランを生み出すパティシエに迫ります。名古屋から車で1時間ほど、岐阜県大垣市。ここに地元で親しまれている洋菓子のお店があります。店名はロワエレーヌ。フランス語で王子様とお姫様という意味。店内のショーケースには見ているだけで食べたくなるようなケーキの数々が。旬のイチジクをふんだんに使ったタルトケーキなど、色とりどりのスイーツが20種類以上並びます。毎月1回ぐらい、はい、季節によっていろいろ変わるので、はい、楽しみに来てます。見た目が可愛いものが多いので、やっぱりまず目で楽しんでからいただきたいので、その地元の素材使ってたりだとかっていうところで来ちゃうところですよね。中でもこの季節の人気は平野さんの自信作モンブラン。店の外で自ら皮むき作業を行っている平野さん。使うのは岐阜県山形市大賀地区の栗。大きな実と強い風味、ほのかな甘みが特徴です。そうですね、山形市にある大賀村っていうところが旧大賀村なんですけども、やっぱり甘みが強くてコクがある、まあ、栗の王様って言われてます。味の決め手となるマロンペーストは2種類を作りブレンド。まずは1つ目のペーストから。機械でおおよその皮を剥いたら、残った渋皮は手作業で徹底的に取り除いていきます。これが入ると食感が、口当たりが悪くなったり、口に残る口どけが悪くなってしまうので、これだけは取ってます、必ず。面倒くさくないですか？そうですね、もう無心にやってるので逆に好きですけどもっと美味しくなるだろうとか、なんかそういったことを考えていると、ここの部分は取りたいなとか、まあ、ここの部分はうまみだろうなとか、そういうことを考えながら、またその栗の状態もよく分かるんですよ。ここでこう剥いてると、あ、硬いなとか、なんかちょっと野菜みたいにこうシャキシャキしてるなと か、そういうのも感じられるんで、やっぱりなんかこうやって剥くことにはやっぱり意味がありますね、はい。砂糖は和三盆や水飴など4種類をブレンドして使用。栗の風味を損なわないよう
甘さ控えめです。そして2つ目のペースト、こちらは先ほどの真逆で鬼皮がついたまま15分ほど蒸します。こうすることで栗本来の風味などが身に染み込むんだそうで、それがやっぱ旨味だったり雑味だったり苦味だったりとか、そういったものがその含まれているものなんですけども、鬼皮のいいところもありますし、でもちょっとなんかお酒っぽいようなその香りもするんですね。鬼皮だけで蒸すと、鬼皮を外してしまうと大切なそのオーガの香りがやっぱりちょっと抜けるようなところがあるんです。やっぱりその一つの栗で全部味わっていただきたい。今しか味わえない栗の美味しさを最大限に引き出したい。手間はかかりますが、2種類のペーストを作って混ぜ合わせることにより、複雑で豊かな自分なりのモンブランが表現できるという平野さん。滑らかな食感とともに栗の風味も感じられるよう、微妙な粒感も残しています。でこれ出来上がりですね。まあ、もちろんテイクアウトなので、あのお家に帰って箱に開けて食べていただくまでのことを考えて、この硬さにしたりします、はい、いよいよモンブラン作り。土台となるクッキー生地に生クリームを添えたら、あらかじめ作っておいた栗の甘露煮を乗せ、さらに上からたっぷりの生クリーム、仕上げに自慢のマロンペーストを絞り、それらを包み込みます。どこから食べても味のばらつきが出ないように、クリームの厚みを確認しながら均等に仕上げていきます。栗本来の豊かな香り、そして繊細な食感、異なる2種類のマロンペーストを合わせることで生まれる深く複雑な美味しさ、他にはない奥行きのある甘さが食べる人たちを虜にします。名古屋出身の平野さん、製菓の専門学校を卒業し、神戸や福岡の洋菓子店で修業、結婚を機に奥様のふるさと大垣市でお店を開きました。慣れない土地で心強い味方になってくれたのが地元の農家さんたち。大垣地区の栗も教えてもらいました。本当に13年やってきたんですけど、本当にたくさんの農家さんたちと知り合えて、でいろんなことを教わって、フルーツの使い方とか食べ方とか、まあ、そういったことをいろんな教えていただけるんですね。なん で何が強いかって言ったら、まあ、本当にその地域の農家さんとかとの出会いだし、そういったそのお付き合いが僕の、まあ、ロワイレンとしての強みにもなってきています、はい、そんな平野さんのロワイレンには実はもう一つ看板スイーツがあります。ふっくらと滑らか、そして豊かな香りがたまらない釜出しチーズケーキです。くどくなくてさっぱりしてて、ペロッと食べられる、すごい滑らかで美味しいです。あっさりしてるけどコクがあってミルキーっていうの美味しいです。実はこれ父親から受け継いだ大切なチーズケーキ。平野さんのお父さんは今も現役パティシエとして名古屋で洋菓子店を営んでいるんです。なんかプライベートになると、まあ、風呂上がりとかに、まあ、あのパンツ一丁で、まあ、階段に座って、階段の前に本棚があるんですけど、その本棚からそのケーキの本を取り出して、まあ、じーっと読んでるんですね、まあ、あの年になっても、まあ、本を読み続けてインプットし続けるんでアウトプットし続けてるっていう、その姿勢姿はずっと見てきてました、はい。75歳にして学びを止めない父親、その背中を見てきた平野さんも日々勉強を重ねているそうで、先月お店の看板でもあるモンブランをさらに進化させました。上に栗を粉状にしてのせ、セロハンを外すと、その栗粉がケーキの周りに広がるようになっています。
新作の出来は果たして。仕事終わりで名古屋のお父さんの店へ向かいます。お疲れ様です。お疲れ様モンブラン持ってきた。モンブラン、あれ、うん、新しいやつ。高かった。こういうやつ。おお、こういうモンブラン初めてね。これか。うん。もうちょっとポロポロと落ちてくるということで。うん、どうぞ。こういうモンブラン初めてね。岐阜でなんか栗子餅っていうのがあって、なんかそういう、そういう感じもそのプラスしたって。うん。美味しい。栗の味すごいね。すごい。美味しいね。うん、緊張していた表情からほっと笑顔に。まあ嬉しいですね。美味しいってなんかあんま言わないんで。努力してるの分かるから、それが実を結んでくるとね、やっぱり僕も嬉しいよね。いろいろ考えてやってるなと思うと、こっちもなんかいろいろ考えなかなと思うんだけど。親子で刺激を与え合い、切磋琢磨、なんだかいい関係です。常に学び続ける姿勢と、その土地ならではの食材を最大限に生かす工夫。平野さんが名古屋と岐阜で学んだ2つの大切なことです。美味しいものを加工して、それをそのたくさんの人に食べていただくっていう作る責任みたいなのもやっぱり感じながら、でもそれをまた農家さんに持っていった時に、あ、こんなに美味しくしてくれたのって言われた時には本当に嬉しいですし、それがまたお客様に伝わっていけば本当にこれ以上ないですね。はい。